森の都。森の都とは、宮城県仙台市の画商及び愛称である。森の都、仙台として知られる。2008年、平成20年時点で発見されている文献による、初出年は、仙台を森の都と記したのが1909年、明治42年、森の都と記したのが1916年、大正5年である。 1970年、昭和45年9月22日に市が制定した郊外市民憲章に森の都と記されて、以降、市は同表記を公文書における統一表記として用いている。基編の森の鬼読みは、五音で、図、図、関音で、とであり、中国古来の意味では三夜に自生する落葉果樹、山梨、古林語などを指すことはあっても、森の意味はない。 訓読みには、森、山梨、草から具があるが、森は、国訓とされる。一方、示す辺の、社の訓読みには、社の他に、森もあったが、平安時代以降、示す辺の、社を、社、社紀辺の、森を、森と使い分けるようになった。このため、森は、神社の、神社の森、御神木を意味するともされる。しかし、森という訓読みが共通する。 道訓維持の森と森とは古くから混用されており、例えば鎌倉時代には地名であっても書き分けられていない。また、森の都という表記の初発と見られている1916年、大正5年発行の仙台藩城記、富田広重著の中で同じ著者が森の都と森の都の両方を使用しているため、明治期に生まれた。 森の都という名称を著者が意味の違いを意識して大正期に森の都に書き換えたという説明も成り立たない。1970年昭和45年に郊外市民憲章を制定したのを機に仙台を指す場合は森の都が公式表記と定められた。これ以降仙台市役所により森と森とは意味が異なるとされ森は 江戸時代から仙台の人々が植え育ててきた屋敷林や街路樹などの人工林を指し、それらが仙台の風土や歴史に立脚しているという説明がなされてきた。伊達政宗による仙台開封以前、この土地は宮城野と呼ばれており、仙台平野には木がほとんどなかったと言われている。現在の仙台市の中心市街地にあたる部分も、城下町が建設される以前は、 すすきやよしが生いしげる草原だった。城下町が作られると、その中の武家屋敷において植林が行われて、屋敷林が形成された。武家屋敷は広大な敷地を持ち、屋外空間が広く取られていた。例えば、昭和初期に行われた調査では、とある仙台の中級家臣の旧邸宅は、敷地に対する家屋の面積は7%だった。 仙台藩は継ぎ木を分け与えるなどして、家臣に食事を奨励した。武家屋敷の敷地に植えられた樹種は、主に、杉、松、霧、柿の木、梨、桑、栗などである。家事は食料として利用され、屋敷林は武士による生産活動の場だったとされる。また、これとは別に、郊外の神社仏閣でも、境内や山道、敷地の辺縁で食事が行われた。 このような城下町での植林は仙台に限ったことではなく、日本各地の城下町で一般的に行われていた。ただ、仙台の城下町は、元禄年間1688年から1704年において、城下町における武士の被害8割に達するなど、他の城下町と比べて武士の割合が高く、また、城下町の屋敷林、郊外の寺社の並木、 周辺の丘陵地と続く樹林の連続性という特徴を持っていた。明治時代になり、武士の世が終わると、一部の武家屋敷は分割されたり、借屋に転用されたりしたが、多くは住宅としてそのまま継承され、屋敷林も維持されていた。この時代に仙台を訪れたフランス人宣教師のジャン・エム・マランは、仙台市外の樹木が多い景観について、 その印象を記録に書き留めている。この頃の仙台では、武家屋敷に住んでいた資産家が、その敷地に芝生を張ったり、庭石や灯籠を置いたりして、庭園をたしなみ、割烹や料亭においても、節遇のために庭園が重要視された。また、広瀬川を見下ろす位置に設置された桜ヶ丘公園は、旧武家屋敷からの屋敷林を引き継ぎ、桜や梅などを加えて整備された。 街路樹の整備も行われ、1885年、明治18年に、仙台城の大手門から、大橋まで、松屋杉、桜の並木が作られた。1887年、明治20年に、日本鉄道が仙台まで路線を伸ばし、仙台駅が設置されると、駅前通りとなった南町通りに1891年、明治24年に桜が街路樹として植樹された。 鉄道が仙台まで伸びたことで仙台を紹介する観光案内書が発行されるようになる。1890年明治23年観光の仙台案内には市街地の緑が豊かであることが書かれている。1907年明治40年に荒川伊三郎が松島市を利において仙台市街地南部の向かい山から見た仙台の街の様子を 深林の都と表現し、その2年後、荒川は、仙台松島塩釜遊覧のしおりにおいて、南西北に樹立、平野東南に開け、川巨市街を貫流し、樹木各所に繁茂し、常に、木はどりはしたたりいわゆる都会のくれないゴミを見ず、ゆえに、森の都と称す。と知るし、ここに、森の都という言葉が生まれた。昭和の時代に入ると、 仙台市民の意識に森の戸の浸透が進んだ。仙台市内の人情小学校で使われた郷土特本において森の戸が題材になり教育に用いられた。また仙台高田や仙台温度の歌詞に森の戸が含まれ市民に口ずさまれた。1936年昭和11年にコロンビアから発売され歌詞にやはり森の戸が含まれた新民用。 ミス仙台戦後にも再発売されるヒット作となった。あとの1978年、昭和53年に第20回日本レコード大賞の新人賞を受賞した佐藤宗幸の歌謡曲、青葉城恋歌もヒットし、仙台に森の都のイメージを定着させ、その知名度を全国的に上げる契機となる。第二次世界大戦の末期の1945年、昭和20年、 アメリカ軍は大規模空襲を予告するため巻いたビラに、仙台よい町森の町7月10日は、灰の町と印刷していたという。そして予告通りの同年7月10日、仙台市街は仙台空襲によって焼き尽くされた。この空襲によって、市街地にあった屋敷林も同時に消失した。戦後の復興において、市街地を縦横に貫く広い福音の幹線道路が、 建設されたが、舗装までは行き届かず、晴れの日は、砂ぼこりが舞い上がって、仙台砂漠と呼ばれた。また、家庭の燃料としてアタンが大量に使用されたため、昭和30年代までの仙台では夕方になると、煙突から立ち上る梅煙と、アタン特有の甘酸っぱい匂いが街中に漂うようになり、埃っぽさに拍車をかけた。一方、雨の日は、道がぬかるみ。 仙台田んぼとも呼ばれた。1950年、昭和25年4月、全国で行われた国土緑化運動に合わせて、青葉通りで市長や市議会議員が臨席の下、植え始め式が行われ、これ以後、1966年、昭和41年まで、段階的に青葉通へのケアの植樹が行われた。青葉通以外の街路でも、 森の戸の再生を願って植樹が多数行われ、植えられた樹種は、偽カシや、イチョウ、東海で、白菓子、円樹、ユリの木など多岐に渡った。植樹された街路樹は1987年、昭和62年までに19000本以上に達し、その総延長は、計242路線で約125キロに及んだ。 高度経済成長期にあたる1960年代後半になると日本各地で郊外の開発が行われるようになり、これによってその緑地が次第に失われていった。そのような状況の中で仙台市は1973年昭和48年に行政の力で緑地の保全、育成を目指す森の都の環境を作る条例を制定した。これは 仙台市が保存を目指す緑地を指定し、指定された場所で樹木の伐採や建物の建築を行う場合には事前に届け出をしなければならないというもので、急速に進む郊外の開発の抑止を狙っていた。指定地所有者が仙台市と緑地保存協定を結べば、所有者は一部の税が免費され、また協力援助金が交付された。1975年、 昭和50年から3年間で保存緑地に指定された土地は45箇所644ヘクタールに上った。このうち4割が民有地であり、さらにその中の約7割が協定を結んだ。この他に仙台市は1980年代中頃に保存緑地を買い取るための緑地保全基金や民有地での生垣設置を助成する森の都緑化基金を立ち上げた。 しかし、1980年代後半になると、代替わりした保存緑地の所有者の中に、地下の高等から土地を手放す者が現れた。保存緑地に指定されたまま宅地やマンションが建設され、それに対して、仙台市は有効な手立てを打ち出せなかった。また、街路樹においても、電線埋設工事や共同校設置工事で、伐採される事例が出始め、仙台市は緑地の保全と、 都市整備、開発の間で板挟みとなった。1989年、平成元年、青葉2において、地下式駐輪場が建設されることが公表されると、市民が反対運動を展開した。仙台のマスメディアがこれに追従したこともあり、仙台市は計画の変更を迫られることになった。当初予定だったケヤキ9本の移植と3本の 植え直しを4本の移植と3本の植え直しに変更することで、仙台市と市民に間で妥協が成立し、地下式駐輪場は建設された。近年、森、森の一文字で仙台を表す例が増加している。森の囲碁サロン、森のホテル、その他店舗の名前として、自然林とも人工林とも関係なく、森という言葉が用いられいる。当然、森は、 仙台を指しているが、仙台を指す場合は、森の、の森というように、森単独で、用いられることは少ない。ただし、団体名において、森とと書いて、森と、とととと読ませる例も見られる。他の地方でも、自然と共生している施設や公園などに、森という言葉を使う例があるが、宮城県では、仙台、または、仙台都市圏という意味が付加されていることが多い。 公共施設のほか、自然の多い住宅地や、自然の中の喫茶店などに、の森という命名も見られる。住宅地の場合は、農家が、丘と命名する代わりに用いられていると考えられるが、いずれにせよ、仙台市、または仙台郊外、自然と、共生という意味合いを含んでいる。なお、仙台を示すものを列記すると、以下のようになる。全国規模の組織では、 支部の名称を森の都としている団体もある。森を仙台、または仙台都市圏を表す記号として用いている主なもの、住宅地の名称や商店名は除く。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。